世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回はイスラエル人の知人が蚊取り線香に興味を示したというお話から、蚊取り線香に対して世界中の人たちがどのようなイメージを持っているか紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。まずはある日本人が体験したエピソードをご紹介いたします。以前同じアパートに住んでいたイスラエル人たち、ルームシェアで一つの部屋を借り、時折別の場所に住む兄弟知人たちと交流していたらしいですが、とても静かに暮らしていて、周囲の日本人との交流に踏み切るチャンスは少なかったようです。こちらは気ままな自由業なので、昼間から土いじりをしていたり、夏の涼しい明け方には普通のアパートにもかかわらず玄関先へ縁台を出し、かやり豚で蚊取り線香を楽しみつつ、仕事仲間と半月型に切ったスイカをガツガツ食べたりしていました。そんな姿をちらほら見かけていたんでしょうか、縁台を出していた日にイスラエル人の一人が話しかけてきました。ほにゃららら、英語で話しかけてくれているようですが、片言の英語で微妙に聞き取れず、かといってこちらも必死な英語で返答するも、やっぱりあちらには聞き取れないらしく、超スローな喋り、単語乱発、指差し確認、ボディーランゲージと様々な工夫を凝らしつつ、まさに体当たりな交流が開始されました。イスラエル料理のペースト素材が知りたくて訪ねた時も、英語でごまがあちらに通じず、さすがに互いに困っていると、いつメニメニビーン、分かったようなわからないような、かっこがない。イスラエル料理、日本料理から始まって食べ物の話が一番盛り上がったかもしれません。スイカのシムラ食いなんかを手ほどきしつつ、線香花火で和んでみたりと、日本の風物詩もレクチャーしました。しかし特に彼が興味を抱いたのは何よりもかやり豚でした。何のためのもの？と聞かれ、バスターモスキートと言ってみたのですが、その単語が通じません。あちらに家かは少ないんでしょうか、香炉だと思っている節もあります。仕方がないので、ブーンチクパチッ、モクモクしてブーンシュルルーンなどと精一杯のジェスチャーを披露しました。どうやら理解してくれたらしいですが、彼の興味はこの壺はいいものだの方だったらしいです。欲しい欲しいと目を潤ませるので、豚だけどなぁと思いつつちょっと考えましたが、彼が国に帰ることになった時、かやり豚をプレゼントしました。彼は目をギラギラさせて、仲間にいいもんもらったぜとはしゃぎまくりです。当製なので落として割らないかとヒヤヒヤしました。今あのかやり豚はイスラエルに帰り、学校を辞めて僧侶になった彼のもとでごまでも炊いているのでしょうか。僧侶になろうと思い立った彼にかやり豚は役に立っているのでしょうか。以上が日本人の方のエピソードとなります。異文化交流の微笑ましさが溢れていましたね。イスラエル人も気に入っていたかやり豚は日本独特のもののようです。かやり生自体は江戸時代頃から使われていたとのことです。かやり豚と同じく日本で生まれた渦巻き型の蚊取り線香は簡単に使えて効果があるため、今では世界中で製造され使われています。そんな蚊取り線香に対する海外の反応をいくつかご紹介いたします。これが何なのか知ってる？蚊取るとかモスキートコイルと呼ばれてて、主に東南アジアで使われているよ。いやいや、スウェーデンでも使いまくってるって。デンマークでもな、アルゼンチンもだ。どこで一番使われてるとか分かりようがないだろ。カリブ諸島全域でも使ってるから。いやいや、一番使ってるのはオーストラリアだね。とにかくあらゆるところで使ってる。イラクでもな。とにかく言わせて、クマキラー最高。間違いだ、これは花火の火をつけるのに使うものなんだよ。ジョークなのか無知なのか、いや大真面目だろ。実際一回一回マッチやライターをこするよりも全然いいからな。自分も花火の着火に使ってる。こっちの方が簡単だよな。
花火の着火にも蚊よけにも使える素晴らしい製品ってことだな。さすが我らの日本だ。蚊よけにすごい効果あるよな。アメリカでも売られてるけど、南部以外だとあまり見かけない。カナダのコテージだと一般的に使われてるぞ。蚊は煙を嫌うからね。南アジアだと木のくずを燃やして蚊よけにする人たちもいる。これはただの煙じゃない。この渦には哺乳類には毒性の低いピレスロイド系殺虫剤が含まれてるんだ。フィリピンだとカトルと呼ばれてるね。これに火をつけたらその煙で蚊が死ぬんだけど、蚊取り線香で中毒を起こしてしまう人もいる。だからどうしようもない馬鹿げたことを指すカトルパモアという言葉もあるんだ。ラテンアメリカだとキラーと呼ばれてる。アルゼンチンだとスパイラルと呼んでるよ。フィンランドでも使ってるよ。フィンランド人じゃない人のために言っておくと、フットスカルコティンと呼ばれてる。子供の頃食べたことがある。味に関しては聞かないでくれ。つまりこれは世界を制覇してるというわけか。クール。インドネシアだとオバットニャームと呼んでる。インドだとトータスモスキートコイルという名前で売れまくってるね。ギリシャの湿った夏にめちゃくちゃ活躍してる。フランスのレユニオン島だとこれなしではありえない。アフリカでも使ってる。イギリスだとシトロネラって呼んでるな。ドイツにも売ってるよ。燃やしたらちゃんと蚊よけの効果があるんだ。バーベキューで使ったことある。オランダだとモスキートキャンドルって呼んでる。ギリシャだと小さなヘビって呼んでるね。蚊よけに使うんだ。カナダに住んでるけどこれの広告をよく見かける。ワリオが火種に使ってるのを見て知った。ロシアでもな。ロシアを忘れるな。でもお金がかかるんだよな。乾いたヤシの皮を見つけていぶしても蚊よけになるし、お金もかからないぞ。カナダのケベックじゃ夏の必需品だ。これは世界的な製品だよな。俺の知る限り最高の発明だと思う。写真を見ただけで匂いを感じるくらいだ。アラスカじゃこれはもう宗教だよ。世界中の人間の 95% が知ってるだろ。ここまでが海外の方たちの反応となります。まさか世界のあちこちで使われているとは驚きでしたね。1890年に日本で誕生した蚊取り線香が130年以上経った今では世界中で使われているのは感慨深いものがありますね。動画をご覧の皆さんが世界に広めたい日本のものは何かありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。いかがでしたでしょうか？蚊取り線香自体も開発当初は普通の線香みたいに棒状だったそうです。これがあんまり売れなくて、デザイナーさんの奥さんが渦巻き状にすればとアドバイスしたことから現在のような形になり売れたらしいです。それにしても蚊やり豚がなぜ豚の形なのかは可愛いですが不思議ですよね。こちらはもともと壺状のものを横にして使っていたものが豚に見えたから説や、イノシシを火伏せの神様とする信仰から来た説、豚が蚊に刺されにくいから説と諸説あるようです。刺されるのは嫌ですが、蚊取り線香は夏の風物詩として風情がありいいですよね。今年もお世話になりたいと思います。